改札口ホーム、片倉町駅は、神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は、B23。横浜市主要地方道85号鶴見駅、三沢線の終点である、片倉町交差点の付近の地下に所在し、駅の東側には、バスターミナルが設置されている。駅には、 地下鉄の片倉町変電所が併設されている。横浜駅新横浜駅間の建設計画では、原ルートの他に六角橋を経由するルート案があった。当初は六角橋経由の方が有力視されていたが、民有地の下を通すことによる騒音が懸念され、極力道路下を通す原ルートが採用された。付近に駅がなく、バスしか交通の手段のなかった当地へ、 誘致運動が盛んであったことも影響している。片倉町を中心とした地域は、もともとバスしか足のない純然たる農村地帯であったが、地下鉄開業以来多くの住宅やマンションが建ち、発展を続けている。開業当時の周辺の地名にちなんでいる。相対式2面2線の地下駅である。ホームは地下4階にある。三ツ沢上町よりに非常用の渡り線がある。 2020年度の1日平均乗降人員は16,798人である。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。駅前ロータリーもよりのバス停は横浜市営バスの片倉町駅前で1.2番乗り場は駅前ロータリーに3.4番乗り場は新横浜通り上にある。ありがとうございます。